すごい柔らかいです。見てください、この土ふわふわです。はい、おはようございます。塚原農園です。今日は白菜の苗を植え付けをしたいと思います。ここの畑は昨日動画にしました。台風が来た後、たくさん雨が降ったにもかかわらず、すぐに水が引いた畑にすぐに入れることができるということでご紹介をさせていただいたんですけれども、この畑は台風が来る前に前もって化成肥料とかの元肥は入っています。 AG 努力なども含めて AG 畑の免疫力、 AG 踏み、堆肥なども入れてあります。植え付けをする前にもう一度雑草などが入ったら困るので、トラクターで耕そうと思うんですけれども、雨が、大雨、台風などが来てからたった1日しか経っていない状態で畑でトラクターで耕すということは、農家さんだったらもうご存知かと思いますが、まあ普通はやりませんよね。ですが私はやります。まあ普通でしたらもう耕すと土がサラサラなものが、それぞれがお互いがくっついて、まあ、粘土のように玉になってしまうものがいっぱい増えてしまうと思うんですね。その辺も踏まえてどのように畑で耕したらどのように土が変わっていくか、状態が良くなるか悪くなるか、その辺も踏まえて見ていただければと思います。はい、それではトラクターを畑に入れてみたいと思います。なんとなくトラクターが通った後のタイヤの跡も見ていただければと思うんですが、どうでしょうか。そんなに黒っぽくないですよね。はい、ではまずこちらの方から耕していきます。はい、それでは耕していきたいと思います。どうでしょうか。後ろのロータリー、耕した後の畑の土はどうでしょうか。すごいゴロ土などができているでしょうか。まずは遠目からご覧いただければと思います。ここ狭い畑なんですけど、他の道路と比べて一段低いところとなっております。では2本目いきます。だいたいこれだけ台風の大雨などが降った後、こうやって畑にもう入るだけでも土はゴロ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 と塊になって、でさらにどんどんこねて粘土状になってしまうと思うんですが、ここで AG 踏み、まあ堆肥的なものですよね、まあ、微生物を前もって入れていたことによって、この団粒構造がきちんと保たれていると。排水がいいということなので、やっぱりこの耕しても、水分などがもう下の方に抜けていますので、はい、すぐに耕しても全然土の方はサラサラな状態を保ってます。ではもう一度いきます。はい、じゃあ今度下の方アップで至近距離でご覧ください。今主変速1の副変速1ゆっくりと、で PTO も1でやっております。どうでしょうか。なんか逆に水分、雨が多く降った後にもう一度耕したことによってよりなんか耕しやすいと言いますか、状況が良くなってる気がします。
は結構低い畑だったので、やっぱり周りから水が結構浸入はしてきたんですよね。浸入してきたけれども、その後の水揚げがとてもいいということで、すごく今全然負荷がかかってません。トラクターのアイドリングも全然下がってません。もう今かなり低速やってますね。こう枕地などでこうやって切り返したりをすると、まあ、ここはとても小さな畑なので、このように枕地何度も細かく切り返したりをすると、もう相当下が硬くなると思うんですけれども、その辺最後も枕地のところも見ていただければと思います。はい、ここが一番低いです。先ほどの画面上の一番反対側、竹やぶがある方はですね、笹岳なんですが、あちらの方が若干と違ってわずかに高くて、今私が今耕しているところが一番低いところになっています。はい、一番低いところを耕してますけど、どうでしょうか。全然同じですよね。この低いところ、水はけがもし悪いところを条件が悪い中でもしやった場合、ボロボロボロっとしてしまうと思うんですけれども、全くそんな感じは今のところ私が上からトラクターから中から見る限りありませんね。はい、はい、これで最後終わりました。であとは枕地だけですね、ご覧いただければと思います。かなり狭い畑です。問題はこの最後の仕上げですよね。はい、だいたいここが最後硬くて、ね、難しいと思うんですけど、ここがどんな感じになるかご覧いただければと思います。では行きます。大丈夫そうですね。昨日たった1日前に雨がずっと台風クラスの大雨が3日間降り続いた後の畑の枕地とは思えないぐらいの、ね、ぐらいだと思うんですけど、どうでしょうか。じゃあもう一度これ最後の仕上げに、はい、バックして終わりにしたいと思います。ここが一番硬いですからね。では最後の仕上げですね。いきます、はい、また同じく PTO1 の主変速1、副変速1でやっております。特に耕す深さは浅くしたりはしておりません。通常通りですね。枕のところ浅くしてしまうと輪立ちができてしまうので、ここは変えずに今まで通りと同じ深さでやっております。はい、どうでしょうか。ああ、いい感じですね。ちょっと今トラクターのバックミラーで確認していますが、ボル土などはありません。はい、ここで止めます。止めて最後ハイドバンで引きずって、ロータリーのちょうど深さ一つ分、輪立ちがなくなるぐらいまで、ハイドバンに慣らして、はい、脱出 OK です。はい、今トラクターで耕してみました。いかがだったでしょうか。見事にゴロ土が出ることなく耕すことができました。もうこのまま植えてしまうので、先日みたいに走り回ることはしませんけれども、ちょっとこの辺りでもう一度どのぐらいまで土の状態ちょっと確認してみたいと思います。
まず長靴の汚れなどもご覧いただければと思います。これでぬかっているとこんな感じで少し入ったりこねたりこうやってしてしまうと長靴が真っ黒に泥だらけになると思うんですが、ちょっと見てみましょう。どうでしょうか。サラサラしているので長靴に土がほぼついていませんね。まあ、田んぼのような環境で長靴足を踏み入れると真っ黒くこの辺りまでついてくると思うんですけれども、土がもう耕して暖流化していますので、あれだけ大雨が降った後すぐたった1日しか日数空けていませんが、全然畑の状態もとてもいいです。じゃ触ってみます。すごい柔らかいです。見てください、この土ふわふわです。はい、それでは白菜植え付けをするもの品種をご紹介します。一部あの辺りちょっと赤紫色っぽいですが、あれは紫草子という白菜です。はい、でタイニーシュシュ、オレンジクイーン、冬月90、新理想、あとは千代吹き85、今回はこれを使ってまたさらに試験栽培をしていきたいと思います。まず苗の状態を見ていきましょう。はい、こんな感じです。もうちょっと台風が来る前に植え付けしたかったんですけれども、まずイネニカを使った苗どんな感じになっているか見ていきましょう。はい、きちんとこう徒長せずに高さがあまり出ていません。しっかりとしておりますよね。でがっちりと胚軸のところがしっかりと太くなっています。はい、イネニカ珪酸カルシウムなので、種をまいた後発芽した後その胚軸がきちんとしっかりしているおかげで、これでまっすぐときちんと上を向いている苗が出来上がったということ。このようながっちりとした苗を植え付けをすることによって、もし乾燥している時など活着がとても早いということになります。はい、それではこちら苗を順番に品種ごとに植え付けをしていきたいと思います。今回も全自動移植機を使わせていただきたいと思います。また全自動移植機も耕したばかりこれ植え付けをすると微輪、まあなんていうんですかね、覆土の鎮圧ローラーがあると思うんですけど、それに土がいっぱいついたり、糊みたいにどん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 雪だるまみたいになってしまうと思うんですが、そのあたりもご覧いただければと思います。だいたい約3週間経った苗がこちらになります。はい、こちらの方から植え付けをしていきましょう。大丈夫かな。はい、よいしょ。どうでしょうか。すごいですね、いい仕上がりです。セルトレイの方に128個に種をまいたんですけど、きちんと粘りが良くなってます。イネニカ使ってます。がっちりとしてます。もちろん使わなくてもこういう風に持つことができますけれども、しっかりとしてますね。後ろの方を見てください。根っこが突き出ている感じですね。すごいです。これも粘りがいい証拠ですよね。これをもう一度にきちんと植えることによって、この細かい根っこが勢いよく今度は肥料を求めて畑の土にわーっと広がるわけです。はい、でこの根を傷つけないようにセッティングしていきます。いや結構寒くなりましたね。もうつい先週まではね、気温が暑い夏日のような日が続いてましたけど、なんだかここ急に一気に肌寒くなりました。今日はもう台風前と比べて気温が10度ぐらい低くて、多分気温が25度ぐらいだと思います。じゃあちょっと音の方が大きくなってしまうと思いますが、その辺もご了承いただければと思います。やっていきます。今回植え付けをする間隔、株間なんですけれども、一番広い、まあ、この機械では45センチなんですが、45センチにしてあります。白菜は45から50センチ通常タイプで、和製などの早いものは40センチでいいと思うんですが、今回45センチで統一させていただきたいと思います。では行きましょう。ま
一段止めてみます。どうでしょうか。鎮圧ローラーの方全然土がついておりません。はい、まあ、なんていうんですかね、株植え付けをした後苗両方とも押さえるローラーが2個ついているんですが、ローラーの方にも全然ついてません。で、植え付けをした苗を見ていきましょう。しっかりとしてますね、土。はい、こんな感じで両方とも押さえている感じですけど、まっすぐきちんときれいに植え付けができております。まあ、ちょっと途中わだちがあるところ、トラクターなどのところなどにたまたまこの機械がど真ん中に来た場合は、少し段差などがあった場合、傾きなどはあると思いますけれども、まあ、その辺は、ご了承いただければと思います。じゃあやっていきましょう。大丈夫そうですね。なんとなくいい感じに割ってますね。まあ、ちょうどトラクターとロータリーのこう継ぎ目のところなので、植えづらいところもありますが、まあ、なんとか大丈夫です。はい、 OK です。はい、よし。はい、はい、とりあえずこれ一つ、まず最初に新理想という白菜、とても美味しい白菜なんですけど、植え付けをしてみましたけれども、どうでしょうか。大丈夫そうですね。ちょっとこの辺りトラクターの継ぎ目などのところは倒れちゃってますけれども、まあ、全体的に、大丈夫そうですね。いい感じです。すごいですね、あれだけ雨が降って耕して、で耕してから10分も経たないうちに、まあ、全自動織機を畑に補助に入れました。でさらにこの補助、平らに見えるかもしれませんが、向こうの方が30センチほど勾配的には高いです。でだんだんとこう傾斜がついて、今植え付けをしたところが低いんですね。で植え付けをするとこのこの辺り一番低くて、さらに私が今ここ座っているところ、ここはもっと他の畑に比べて低いので、だんだんと水が流れ込んできて、水が溜まって、でこの中にも侵入してきたところなので、特にここは低いところなので、まあ、本来でしたらもう絶対に耕せるような環境じゃないんですね。ですけれども、これだけの耕しても問題なくできるということは、やっぱり今まで土作りをしてきた中で、とても大切なのがやっぱり堆肥ですよね。はい、微生物が生きてます。微生物が常に土の中で動いてくれているおかげで、
地表面だけの目から見える上だけではなくて、下層部の方30センチよりもより下のところ、まあ、本来でしたら交番になるはずのところ、そこら辺まで微生物が回っていることのおかげで、本来でしたら固いところがあればプールみたいになって、水がどん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 プールに、池に水が流れ込まれれば、そこでどんどん水位は上がってくわけですよね。でそこで耕したりすると、もちろん水がある中で土と一緒に水を混ぜるわけですから粘土みたいになっちゃう。ですがその下の硬い鉱板、プールでいうとプールの底が柔らかくなっている、微生物がその辺を砕いてくれていますから、水をプールに流し込んでもその底のところが柔らかいおかげで下にどん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 抜けているということです。でこれ今回は雨が降った後なので、畑は黒っぽく湿っているので、より活着はスムーズにいくと思います。ですが雨が降らないような環境で白菜を植えるというものはザラです。まあほとんどがそんな感じです。その時は植え付けをした後、逆に水がないこと、また太陽の日差しがあまりにもここ数年強いということで、乾燥による枯れというものが問題になっています。特に全自動移植機などで植え付けをしたりすると、特に植え付けをした後の活着が悪く乾燥して枯れてしまう、ところどころ結果部というものが多くなってしまうんですけれども、水が下に抜けるということはすぐに乾いちゃうからダメなんじゃないのかと思われると思うんですけど、その辺はイネニカというものを入れていますので、イネニカは保水性というものもいいんです。排水性も良くしつつ、保水性のある水を土に含ませておく、一粒一粒ですね、多い分には下に流れるんですけど、暖流化している粒、細かい一粒一粒に水が加われば、それが抜けることなくきちんと水をある程度のところまでは保っていてくれる、保水性のある土作りも同時にイネニカを入れてしてきましたので、このようにもしカッと晴れている時期などに植え付けをしても、その辺は大丈夫だということです。また英字踏みなどもそのような保水性のいい働きのある、まあ、堆肥的なものだということで、こちらの方にも入れてあります。はい、次は千代吹き85とでオレンジクイーン、また冬月90と、まあ、いろいろとやっていきたいと思うんですが、他植え付け方は同じになります。苗の植え付けが終わりました。いかがだったでしょうか。今日は大雨が降った、まあ、台風が来た後、たった1日間を空けただけですぐに苗を植え付けをすることができました。トラクターで耕しても土、ゴロ土などが発生することもありませんでした。今後苗を植え付けをした後、まあ、白菜などを作っていらっしゃる方は今後防除されるんじゃないでしょうか。特にまた台風などが発生した後、特に風、大雨などを当たってしまうと白菜は病気にかかりやすいので、皆さん防除すると思うんですが、中にはブームスプレーヤーやハイクリブームなどを使って防除される方もいらっしゃることでしょう。そこできちんとした土作りをしておくことによって、本来でしたら雨が降ってすぐにやりたいところ、
入ろうとすると、特にハイクリブームなどは車輪が埋まってしまって防除ができないために、2日ぐらい間を置かないとできないところもあるかと思うんですけども、このような低いところでもきちんとした土作り、今回はエイジー努力、エイジー踏み、エイジー畑の免疫力、そしてイネ科を使ったことによってきちんとした排水の取れたバランスのいい環境を作り出したということで、防除される方にとっても排水が良ければ大雨の後にすぐに防除ができるということで、参考にしていただければと思います。いつも最後までご視聴いただきありがとうございます。